調子なんですか。あ、下とか。あ、なんかそういうのも。いやありますよね。競技社会を代表して朝日新聞の村瀬からいくつか質問させていただきます。まずはおめでとうございました。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。改めてですが、この通算、最多勝の記録を達成しての、お気持ち、ちょっと対局室と少し気分も変わったところあるかもしれませんけれど、改めてお気持ちを教えていただけますか。はい、今年に入ってからですね、その記録に、少しずつ近づいているということは、気がついていましたので、一つの目標として、今年はそれを目指してやっていこうと、思っていました。小山先生の時代と、今の時代ですね、棋戦の数も違いますし、時代背景もかなり違うので、比較することは難しいとは思うんですけど、一応数字の上ではですね、一つ先に行けたということは、棋士として大変ありがたいことだなというふうに思っています。今日の勝利で、王位戦に関して言うと挑戦権獲得まであと1勝となりましたし、タイトル挑戦もそうですが、タイトル100期というですね、大きな数字もその先にあるかと思うんですけれども、タイトル挑戦そしてタイトル獲得に向けてのお気持ちを今どういうふうに感じていらっしゃいますでしょうか。そうですね、最近は非常に若手で強い人がたくさんいるという状況ですので、なかなかそのタイトル戦に出るというのも容易なことではないと思ってます。そうですね、今回の王位戦はここまで進むことができたので、また2日後の対局に集中をして、ヒノキ舞台にまた出れるように、頑張っていきたいなとは思っています。初さんおめでとうございます。どうもありがとうございます。数字の上で大山さんの状況を見たんですけれども、具体的にその大山行政名人のトータル的になものと見て、今どのぐらいまで自分は来てるなというふうな感想をお持ちでしょうか。10代の時に、大山先生がちょうど晩年で、何局か公式戦でも顔合わせることがあったんですけれども、60代の後半でもですね、本当にこう、棋譜で見たその昔のその強さと、違わないような、ところ、迫力っていうんでしょうかね、やっぱりそういうものが、ありました。で、私自身はですね、まだまだその、領域といいますか、そういうところまでは、まだまだ行ってないと思ってますので、息長く、活躍できるように、頑張っていかなくてはいけないなというふうにも思ってますし、また何て言うんでしょうかね、どれぐらいまで来たっていうのは、実際に本当にそういう状態になればですね、実感できるのかもしれないですけど、今のところはですね、あんまりそういう手応えというようなものはないです。